小園安明、小園安明、小園安那、1九百二年、明治三十五年十一月一日から1960年、昭和三十五年十一月二十五日は、日本の海軍軍人。海軍兵学校第五十一期卒業。最終階級は、海軍大佐剥奪。1九百二年、明治三十五年十一月一日、鹿児島県万生町現。 南薩摩市に生まれる。旧聖鹿児島県立川編中学校を経て1920年8月26日に海軍兵学校第51期に入学。同期に、トイハタクリ山本雄二、三城ロイツがいる。1923年7月14日、同校を卒業し、小位候補生。練習官、岩手乗組。1926年3月。 霞ヶ浦海軍航空隊第14期飛行学生11月卒業空母赤城分隊長着任霞ヶ浦航空隊教官着任大園に思想的影響を受けた飛行学生の中意らが515事件を起こし小園も行動革新を主張し515事件を指示したことから転勤させられる大村航空隊分隊長着任 横須賀航空隊分隊長着任。小園は大型機論、戦闘機無用論を指示していた。若い登場員に対して、おい、中高どころか、今にアメリカ本土を直接爆撃できる大型機ができるぞ。そうなれば、あんな高い費用がかかる空母なんていらなくなるよと声を、かけ、空母全廃論まで唱えた。1935年10月、空母流上飛行隊長に着任。 1937年、シナ事変、日中戦争が始まる。第12航空隊飛行隊長に着任。隊員だった原田要は、オ園について、とても部下思いの優しい人で、歌手官兵も大切にしてくれ、私は非常に尊敬していました。終戦後の徹底抗戦も国への思いが人一,一倍、強く、真に、純粋な思いからだったと思います。と語っている。 1938年、昭和13年4月29日、観光空襲。小園少佐は、葬式官として、自分も出陣すると指令、三木森彦大佐に直訴したが、愛をい秀かひで大尉は、反対していた。小園は36歳で、肥満のため一人では座席に乗り込めず整備員に、押し上げてもらい、護衛には、腕利きがついた。舞台は、中高18機。 戦闘機28機で出撃し、中華民国軍の51機撃墜を報告した。これ以前の飛行隊長は地上にいて、空中指揮を取ることがなかったため、小園が空中指揮官として上がった最初の飛行隊長であった。ただし分隊長を兼任していいため、列機は護衛機のみ。1938年7月12日小園を、 司会に36名の戦闘機搭乗員たちが集めた撃墜百機座段階が行われた。1940年11月法相飛行庁に着任。1941年昭和16年10月、中佐に昇進、台湾の台南基地に新設された台南航空隊の副長兼飛行庁に着任。1941年12月8日、 太平洋戦争開戦後、台南空は、戦線の南下に伴って、フィリピン、インドネシアを経て、ラバウルへ進出後、東部、ニューギニア及び、ソロモン諸島に展開する、米豪軍と戦った。吉田はじめ、日英カメラマンは、台南空取材中、搭乗員から頼まれると写真を撮って搭乗員が、戦死すると、オゾノに、彼らの写真を差し出していた。当初、 小園は吉田に感謝していたが、戦死者が増えて、き、吉田が写真を撮ると、相手が戦死するから登場員の写真を撮るなと、通達したという。以後、吉田は小園の見ているところで登場員写真を撮ることはなくなった。小園は、戦場で書き溜めた俳句や、若ノートを吉田に見せて、記憶を求めることもあった。千人歌詞館の坂井三郎が夜中に、 現地住民の鶏を盗み出した時は、癒しくも日本海軍の軍人が、たとえ鶏の人はでも、現住民のものを荒らすなどとは、とんでもないことだと叱っている。1942年、昭和17年8月から続く、ガダルカナル島をめぐる激戦により、戦力を消耗した台南空は、1942年、昭和17年11月、戦力回復のため内地に帰還した。 台南空は、第251海軍航空隊と解明し、それに、伴い、第251航空隊副長兼飛行長。1942年12月10日、第251海軍航空隊司令に着任。大野武公文隊長は、オゾノを、古事記に造形が深く、日本精神研究にうんちくがあり。 大和魂のゴンゲのような人物で戦闘で、大声失咤する、鬼帝徳である、犯人調司令でもある、脅しやり情を知る真の無人と評価する。また酒を飲めば必ず鳥踊りを踊ったという。お像の中佐は、1942年5月6月頃、ラバウルに進出する大型爆撃機 B-17 の迎撃に苦しんだことから、B-17 が、 後ろ下方からの攻撃に弱いことに着目し、車重、車固定重を中央に発案し、11、航空艦隊司令部も実現に積極的であり、中央も採択した。車重とは、機軸に対して情報、または下方に30度前後の行革をつけて装備された、航空機重で、車重の利点は B17 の弱点。 後ろ下肩からの攻撃に弱いに対し攻撃裏ないくらい運動が容易であること、攻撃体制保持時間が長いことが挙げられる。航空技術省の会議室で海軍省、航空本部、予告関係者が集まり、オゾノから提案説明が行われた。参加した予告実験部ム部,部員の小福田テルフミによれば、支持者はほとんどなく、 とにかくやらせてみればいいという賛成も反対もしないという空気だったという。それは、この車重というものの効果が誰にも全く未知数であるということと、今一つには、このオゾの大佐は昔から気候が多く神がかり的で、しかも一度言い出したら絶対に自節を曲げないという有名な頑固者として通ってきた人だからであるという。1943年2月、 日式陸上偵察機の車前髪型に、機銃2機を装備した夜間戦闘機として、車重装備が施され、小園は、接敵訓練を開始した。1943年、昭和18年5月21日夜、車重装備機は、初戦で、来週6機中2機の撃墜を報告。当時の第5空襲部隊指揮官は戦闘速報で、車重の威力が顕著であると報告している。 B-17 への一応の対策は確立したが、空襲を食い止めるほどの効果はなかった。これにより、従来何ら対策もなかった、対大型攻撃機との夜間空戦の一つの基礎が、確立され、現地の士気も向上した。ラバウルにおける戦火により、海軍で正式採用され、二式陸上偵察機が一部改造され夜間戦闘機、月光となった。射重は、 上向き砲と名を変えて陸軍にも普及し、日本陸海軍や艦戦闘機の主要装備となった。ただし、自ら発案した、車重を万能兵器と考えていたため、高性能な B-29 に対抗するためには少しでも、機体軽い方が望ましい。雷電にまで強引に車重を装備させて、周囲の人々を壁きさせることもあった。雷電に装備された、 車重はほとんど役に立たなかったため、小園司令には内緒でほとんどの木から取り外され、後に補充された、雷電にも装備されなかった。発撃追の直後、海軍中央から251空の保有する二式、陸佐が前期の回収許可と改造野戦の正式化内事が伝えられ、1943年、昭和18年8月23日には、平戦、 夜間戦闘機、月光として、正式採用、車重も、正式兵器となった。1943年9月1日、251、空は、月光24機、定数の夜間戦闘機専門部隊として、再編成された。しかしこの頃から、米軍は、優勢な航空勢力を背景に、夜間攻撃から昼間攻撃に切り替えつつあり、ラバウルで、活躍の場は、 ほとんどなかった。9月20日、小園は251空司令解任、内地に帰還する。1944年3月1日、第302海軍航空隊司令に着任。302空は首都防空を目的とした日本最大規模の航空隊であった。見延べ正正昌が第二飛行機隊長として編入した際は、見延の夜間攻撃部隊に理解を示した。 マリアナ沖海戦の敗北でサイパンが陥落し B29 の空襲が日本本土の関東、東海地方まで侵入するようになると首都方面で3 0二空はその迎撃に当たった。また小園は高木総基地海軍少将、上重徳海軍大佐らと共に東条秀樹総理暗殺計画に参加し暗殺実行後に実行者の台湾への逃亡の 手助けの役割を分担していた。しかしサイパンに伴う登場内閣の総辞職により本計画は実行されなかった。1944年8月29日、県横須賀鎮守府参謀。10月15日、大佐に昇進。10月末、フィリピンで、神風特攻隊が開始。小園は302空で零戦隊の13機呼び、学生出身者だけを集めて、 特攻隊志願者を募った。その他、小園は、関幸雄隊以下四季島隊の特攻についての訓示を行って、志願者は上官に申し出るように募集もした。水星隊の坪井晴隆被総長のように、小園の訓示に深い感銘を受けて、志願を決める者いた。九1945年3月8日、県第三航空艦隊参謀。6月1日。 県七71航空戦隊参謀。1945年、昭和20年8月15日、玉音放送により日本は降伏し終戦したが、小園は連合艦隊司令部と全艦隊に、302空は降伏せず、囲碁式下より離脱すると伝達。部隊に、日本は、深国、降伏はない、国体に反するごとき命には、絶対服さないと訓示を行う。 翌日から、陸海軍、国民など各地に激文を巻き呼びかけて回った、厚木航空隊事件。与内三政海軍大臣、寺岡近平海軍中将、高松宮信人新郎が説得に当たるが、納得しなかった。しかし小園は、マラリアにかかり、伸び海軍病院に運ばれ監視下に置かれ、302、空は二十日副長、菅原秀夫中佐によって、武装解除。 21日反対者も鎮圧された。病室で、小園は自分は気違いではない、正気だと訴えていた。マラリアに罹患したという点について、小園の長男は、マラリアではなく、軍によって寝室に、注水の燃料補助剤が撒かれ、錯乱状態になったと主張している。1945年10月、小園は、日本最後の軍法会議にかけられる。 1945年10月16日、横須賀陳寺フリンジ軍法会議で、裁判官は裁判長藩士海軍少将、小柳富次、裁判官法務官海軍法務大佐湯吹久を、裁判官藩士海軍大佐、小野義次郎、関与検察官海軍法務少将、小田垣常ねにより審理され、被告人を無期金庫に所すという判決を出した。東洋公明罪、 海軍刑法五十六条の主会として、無期禁錮刑と、官籍剥奪が言い渡され、横浜刑務所に収監された。軍法会議法における、戦時事変に最終海軍部隊に特設された、臨時軍法会議であるため法令により弁護人はいなかった。その後、新憲法の交付を機会として、百四十六年十一月三日、大社令の特赦基準において、 東予公明罪も含められ、厚木航空大事件関係者は、主犯である小園を除き謝面され、小園は、無期金庫から金庫20年に減刑され、1950年9月4日、特別上申により、金庫10年に、減刑、12月5日、熊本刑務所を仮釈放され、1952年、平和条約の発行の時政令117号の大社令によ、 同年四月二十八日に謝面された。釈放後は、故郷の鹿児島に帰り農業を営んだ。淵田光雄によれば、小園は、あの時幸福などするのではなかったと快活に、言っていたという。九百六十年十一月二十五日に、脳一血で死去。去年十八。死後、遺族や関係者により名誉回復の運動があり、百七十四年の、 恩球法の不足改正により、小園の未亡人は、遺族扶助料を受給できることになった。小坂徳三郎総務長官は、小園氏の名誉回復は、今回の恩球法の改正によりまして、まず第一段階は到達されたというふうに我々は、認識しておりますと説明している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。